ウーボス通りから見た、ストラホフ修道院の展望ストラホフ、修道院図書館、ストラホフ修道院は、チェコのプラハ・ストラホフにある修道院である。プラハのヨハネ司教であるジンドリックズリクと、ボヘミア公爵ブラジスラフ2世によって1143年に創設された、プレモントレ修道会の修道院である。ストラホフ修道院図書館という、 非常に豪華で美しい広大な図書館があることで有名である。オロモーツの司教であったジンドリックズリクは1138年聖地への巡礼の旅から帰って、プラハにも立修辞祭のいる修道院を創設したいとの思いに至った。そこで彼はプラハの司教とボヘミア校ソビエスラフ一世の支援を受けることにした。ソビエスラフ一世の司教の後は、 ブラジスラフ2世が引き続き支援を与えた。ズリクは1140年、ストラホフという地で、チェコ人の立州自災を得ようとしたが失敗し、ライン渓谷のシュタインフェルトのプレモントレ修道会に、昇兵城を送り、そこから最初の代表団がやってきた。修道士たちは、まずストラホフで、あらゆる宗教的な行事の中心となる、ロマネスク建築の街道を備えた。 修道院をまず木材で建築し始めた。建物は直に完成し、暫定的な木造の居住区を高級的な石材で置き換えるべく、修道院の石材での建設工事は続いていった。暫定的な木造の居住区を高級的な石に置き換えるために、建物は徐々に完成し、修道院の石造りの建物の建設が続けられました。1258年、 修道院は火事で甚大な被害を受け、その後修復された。修道院はフス派の時代までは平穏にこの地にあったが、1419年にプラハ総外放出事件を契機としてフス戦争が始まると修道院は1420年にはプラハの市民により攻撃され、略奪を受けた。本、礼拝用の備品、教会と修道院の両方の備品が焼き討ちにあった。 建築学的には多大な被害はなかったものの、修道院の復旧には長い時間を必要とした。フッセンの時期、イジースポジェブラトの知性化そして16世紀末まで、ストラホフはほとんど瀕死の状態にあった。様々な当局者によって、元の修道院とその宗教的生活を復興しようとする試みがなされたが、不守備に終わった。天気が訪れたのは、 修道院長にヨーハン・ローヘルが着任してからであった。もともとテプラ修道院のこの聖職者は1586年にストラホフの修道院長になり、ストラホフの復興に彼の全力を傾倒した。彼は修道院の精神的な生活の功用を目指し、そしてローマ・カトリックの公式訪問者として、ボヘミアのプレモントレ修道会全体の巡礼者として、彼は 物事の物質的な側面にも注意を向けた。彼は教会を再建し、修道院の建物を復興し、典礼を確立し、新しい寮と食堂を建設し、修道院の庭を新しく設計した。彼は修道院の重要な基盤を構築するために、修道院の土地の多くを取り戻し、施設の維持とさらなる発展のための資金も提供した。彼のたゆまぬ 活動のおかげで1594年までに12人の僧侶のコミュニティが再び修道院に住むことができるようになった。聖母マリア秘書天台聖堂は修道院の中心にある回廊教会である1612年、ヨハン・ローヘルはプラハの大司教に就任した。彼のストラホフでの仕事はその後新しい大修道院長カシュパルク・エストンベルクによって引き継がれた。 彼は、ローヘルによって始められた、高価な仕事を続け、プレラチュアの再建を完了させた。聖エリザベート病院と薬局が中庭に設立され、修道院の醸造所も建設された。さらに彼は、プラハの神外区にノルバティーン神学校を設立した。教団のメンバーの神学研究の場として設けられた、ものである。これは、すべてが、30年戦争の間に達成された。 当時、カシュパルクエストエンベルク自身は、暴力によって、プラハから逃げることを余儀なくされた。彼の建築活動によって発生した費用の、財務勘定は、約10万トラールに達した。当時はどんな建築工事にとっても、非常に相当多額な金額でした。この点で、カシュパルクエストエンベルの出費は、彼の同時大臣、アルブレヒト・フォン・バレンシュタインの軍勢並みだったと言っても、いい。 プレモントレ修道会の歴史の中で最大の出来事の一つは、クサン天皇のルベルトの遺骨の移転であった。彼はマグデブルクの出身でこの修道会の創設者でもあった。教会は再建されて西に拡張されました。クベステンベルクの最大の偉業の一つは、プレモントレ修道会の創設者である聖ノルベルトの遺物のマグデブルクからストラホフへの移動を監督することだった。 遺骨の再埋層は、クベステンベルク監督のもとの修道院で行われた。これは1627年のことで、それ以来、成人の創設者の遺骨が修道院の教会に安置されている。クベステンベルクの時代に、セイロクス教会の建築も完成した。もともとは、1599年のペストの終焉への感謝の表明として、1602年に新聖ローマ。 コーテールドルフ2世によって建設が開始されたボティオフ教会であった。数々の運命の変転の後、内装も含めて教会が完成したのは1630年のことである。カシュパル・クエスト・エンベルクは1640年に亡くなり、その後継者、クリシュピン・フクはクエスト・エンベルクの仕事を引き継いだ。さらに彼はブルタバ側の ネポムクのヨハネのハヤセと呼ばれる急流の箇所を通行可能にしたことでも知られている。1949年から55年にかけて、西安のハヤセの5キロメートル以来上流に、スラピーに、新しい図書館を建設することであった。17世紀から18世紀初頭にかけて、他の修道院長が修道院の再建を継続した。彼らはまた教会のことにも気を配り、 教会はこれらの期間中、幾度も修理され装飾された。修道院は、オーストリア継承戦争中の1742年、フランス・とバイエルンの軍勢が、プラハ包囲戦で、プラハを砲撃するという暴虐の後、かなりの再建工事を余儀なくされた。その後、修道院長は新たに再建活動を組織し、その過程の中で、教会は、 修道院エリアと共に再建されました。1950年以降、図書館は国立文学記念館に組み込まれました。1989年11月のビロード革命の事件の後、図書館は修道院と共にプレモントレ修道会に変換された。図書室には閲覧室もある。ストラホフ図書館には特別な保管庫に保管されている3000を超える写本と、 1500を超える最初の版画を含む20万を超える巻が含まれている。モラビア南部のルーカ修道院から来た本のために作られた哲学の間1779年に修道院長に就任したバルカフマヤールは修道院の建設活動の最後のお仕事を担当した。 彼の仕事の中でとりわけ結出しているが、現在古典的なスタイルになっている新しい図書館の建設である。この図書館は今では哲学の間と呼ばれている。この作業により、ストラホフ修道院での大規模な建築活動は終了し、以後の世代の修道院長は全て現代的な予想の影響下にある小さな建築の修理と、 地域全体の維持に専念しました。修道院は1950年までこのように存続し、共産主義政権に引き継がれ、宗教は抑留されて市民雇用に置かれ、教区の主催として事務職に就くことができる人はほとんど存在しなかった。修道院は徹底的な考古学的研究を受け、国立文学記念館に変身しました。 上記の考古学的研究の過程で、長い間忘れられていたロマネスク様式の修道院が明らかにされ、慎重なな方法で再建された。1989年の共産主義体制の崩壊後、修道院はプレモントレ修道会に戻され、建物の費用のかかる再建が実現し始めた。1994年までに教会は修復され、 新しい技術ネットワークが構築され、ストラホフの写真ギャラリーが新しく建設され、ストラホフ図書館がリニューアルされた。その他の建築修復も行われている。ありがとうございます。